ジェイマー・キャンデラリオはアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク出身のプロ野球選手、ウト・リョーダ。MLB のデトロイト・タイガース所属。2010年にシカゴ・カブスと契約してプロ入り。2011年に参加のルーキー級ドミニカン・サマーリーグ・カブスにでプロデビュー。72試合に出場して打率。337.5本塁打、53打点。 4盗塁の成績を残した。2012年は A-9 ボイシホークスでプレーし71試合に出場して打率281.6本塁が47打点に盗塁の成績を残した。2013年は A 級ケーンカウンティクーガーズでプレーし130試合に出場して打率十六点一一本塁が十七打点 一盗類の成績を残した。2014年は A 級ケーンカウンティと A 級デートナカブスでプレーし、2球団合計で135試合に出場して打率。223.11本塁が63打点の成績を残した。2015年は A 級マートルビーチペリカンズと AA 級テネシーズモーキーズでプレーし、 2球団合計で128試合に出場して打率。277.10本塁打、64打点の成績を残した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、メサソーラーソックスに所属した。11月20日には40人枠入りした。2016年は AA 級テネシーで開幕を迎え、AA 級アイオワカブスを経て7月3日にメジャー初昇格を果たした。 同日のニューヨークメッツ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは5試合に出場して打率。091の成績を残した。2017年7月31日にジャスティン・ウィルソン、アレックス・アビラとのトレードでアイザック・パレです。後日発表選手と共にデトロイト・タイガースへ移籍した。ありがとうございます。